あ、えっと九州大学の奥木と申します。よろしくお願いします。え、今日お話しするのは、えっと先ほどご紹介ありましたようにチップアトラスというデータベースを作成しておりまして、これはもうあの世界中で論文などで報告された全てのチップスイックデータがぎゅっと集まってます。で、そこに行くと何がどこにひっついているかというのを一目で理解することができるといったものになっています。で、ちょっとあのまあ、イントロからちょっとお話ししたいと思いますが、まあ、こういうふうにゲノムが あ、こういうふうにゲノムがあったとします。で、こういうふうに遺伝子があったとします。で、皆様あのご存知かと思いますが、まあ、こういったゲノム DNA っていうのはこういうふうに裸で存在しているわけではなくて、まずヒストンに巻きついていますし、まあいろんな転写因子を結合することによって。 こういまたオンにも何らかの試薬,とか薬とか刺激とかに応じて遺伝子が発現してみたり逆に発現が抑制されたりとかそういったことに関わるのがこのゲノムに結合しているタンパク質特にヒストンであるとか転写因子というのがそういう役割を担っています。 で今日お話しするこのチップアトラスというのはこの何がどこにひっついているかというのがこういうふうな感じで一目でわかるようになっております。まあ、後ほどちょっとお話ししますがここでは例としてホック x a 2という遺伝子座がここにありまして、まあ、つまりこの辺はインタージェニックリージョンになるわけなんですけどもこのえーとホック x a 2の転写回始点にはこんな転写因子がリバーで結合しているとかホック x a 2の遺伝子の部分にはいわゆるポリコームタンパク質群 というものが ES 細胞でひっついているとかというふうに、えー、一目で理解することができます。で報告されたチップシップクデータに基づいていてそもそもそのチップシックということに関しまして理解していないと今日のお話は何もわからなくなるんですけども、えっと、事前にあのアンケートを見させていただきまして、まあ、数名の方が実際にチップシックされているということで。 もしよかったら手を挙げていただいてもよろしいですかあそちらの方。あえっともう実際に何かガンガンこう転写インシナリーあ、そういうわけではないですかえっともうその実際に何かチップのところもやってシーケンスもというふうなあそうなんですねはい。 この話はご存知かと思いますでまああのアンケートを見ましたところまあそのチップスイックという言葉あのご存知の方もまあ10名ぐらいいらっしゃったということなんですけども、まあ、一応ちゃんとあの説明させていただきます。このチップスイックというのはクロマチン・イメノプレスピテーション・ウィズ・シーケンシングの略でありまして、えー、日本語に訳しますとクロマチン免疫沈降でシーケンスシングというのはまあ配列を読むみたいなそういった意味になります。 でまあ、こういうふうに先ほど申しましたようにゲノム上にはまずヒストンがひっついていてヒストンは何らかのこういった就職を受けています。であとこういったところに転写因子などがひっついているんですけどもこういったものがどこにひっついているかというのを決定するのがチッップシックという実験手法になりますでもうちょっとあの詳しくどういう実験をやっていくかというのをお話ししたいと思いますますずこういうふういふにゲノムがあります。 でここになんか興味のある、えー、転写因子なり就職ヒストンがあったとしますでこれからやっていきたいのはこいつらがどこにひっついているかっていうのを全、えー、ゲノムレベルにわたって決定していきたいということですでそのためにはまず何をやるかといいますとこの取ってきたゲノムを、えー、まずズタズタにします、えー、こういうふうに断片化するんですけども、えー、超音波などを加えるとあのかけてやるとこういうふうにゲノムがズタズタになりますでその時に このオレンジ色で示す DNA はこのタンパク質を結合しているんですけどもこの黒いやつは結合していないとでつまりこういうふうなこの興味のある転写因子標的となる転写因子を結合している DNA だけを集めてくるということをします、まあ、つまりこいつらいらないわけ必要ないわけなんですねそのためには何をするかというとこううういいったタンパク質にに対すするる抗体で集めてくるというふうにしますそうするとこのいらないやつらはここに集まってきません まあこれがクロマチン・イミュノプレスピテーションいわゆるチップと呼ばれるものなんですけどもこうして、えっと、興味のある DNA 断片を集めてきてでそれを、えー、ハイスルーーープットシーケンサーで配列をを決定ししていいくととうことをします。まあ、今やもうあの何百万とか何千万という DNA がたった一晩ぐらいでこういうふうに配列情報として置き換えることができます。 で、ここまでが、まあ、いわゆるベンチワークです。あのピペットとかなんかを使ってやっていくことで、この後がコンピューターによる解析ということになります。えー、それがアライメントという作業になりまして、これは DNA の配列をゲノム座標に変換するという作業になります。 で例えばマウスとか人のあヒューマンの、えー、全ゲノム配列は全て分かっていますので例えばこういうふうな配列を読み取ったとならこれはクロモソーム1番のこの辺であろうとかっていうふうにわかります、えー、この配列はクロモソーム3番のここ、えー、この配列はこことかこういうのをどん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 繰り返していきますそうするとこんな感じになるわけでして、まあ、こういうふうにアライメントが密になっているところとそうでないスカスカの領域にわかります で今僕あ私あのその密とかスカスカとかっていうふうに言ったんですけどももうちょっとそれを客観的に決定しようということでピーークコールといいうのを行います、まあ、ちょっとなんかごにょごにょ難しいあの統計学を使ってこのアライメントが優位に集中している領域というのを特定するのがピーークコールという作業になります、まあ、そうすることによってこのチップスティックの結果この3箇所にアライメントが集中しているというふうになります。 まあここでは簡単,なあ簡単な例として3箇所のようにしていますけども、まあ、実際は数千箇所であるとか数万箇所が全ゲノムにわたってこことこことここにひっついているというのが分かってくるようになります、まあ、大体これがチップスックの解析までの実験と解析までの流れになりましてでこういったデータをビジュアライズすることもできますそのために IGV というあの ツールを使うわけけなんですけども例えばッ o x a 2という遺伝子の周りにリバーにおけるセル p α という転写因子はここにアライメントが集中していてピーークコールされていいるととうことがわかるかと思いますで他にもいろんなチップシック実験を行っていきますとそいつらをずらずらっとこういうふうに並べてやってこういった転写因子はこういった細胞においてッ o x a 2という遺伝子の周りのこの辺とかに結合しているということが えー、目でで見て理解すすることができますで実際こういったものっていうのは皆さんご覧になったことあるかと思うんですけども論文などでよく出てきていますフィギュア1の何番とかそういったところに、まあ、こういったそのある遺伝子の周りにこういったものがひっついているというデータをご覧になったことがある方いらっしゃるかと思いますが大概ですね あんんまり見ても意味をなさなさいいことが多いんですね例えばここではフォックス a 2という遺伝子の周りにこういったものがひっついているというふうになっているんですけども皆さんにとって、まあ、このフォックス a 2に興味があるっていうのは、まあ、ひょっとしたらそういう人いるかもわかんないですけどもそうじゃない人の方が多分多いと思います。というのは遺伝子というのはだいたいヒューマンとかマウスで2万個ぐらいあるわけでしてそのうちの スペシフィックな1個の遺伝子の周りのものをずっとして見させられてもちょっとここ別に興味ないんだけどっていうことが結構あるかと思います、えー、他の遺伝子座を見てみたいっていうふうに思うことが多いわけなんですねで、まあ、もし皆さんがこういった転写因子に興味があったとして、えー、他の遺伝子座を見たいじゃあ、えー、と論文をめくってみようかっていうふうにめくってみるんですけどもなかなか見当たりません。まあ、ないいことの方がはっっきり言って多いです じゃあどうするかということなんですけどもこういったあの論文などで報告されたチップシックデータは全てデータがこの DDBJ とか NCBI といった公共レポジトリにデータが登録されていますでここから自由にダウンロードして利活用してよいというふうな決まりになっていますのでじゃあダウンロードしてみるとどんなものがあるかというとこんなものが得られるわけなんですね。 えっと、よくよく見ていくと ATGC からなる塩基、まあ、配列がずらずらずらっとこう何百万行とか何千万行とかそういったものが得られるだけであって見たいのはこちらななわけなんですねでじゃあ、えっと、こいつを先ほどのようにあの可視化するにはどうしたらいいかということなんですけども、まあ、こういったえっと なんかコマンドラインでなんかかちょこちょこうコードを入れていってで先ほど言いましたそのアライメントとかピークコールとかをやってようやく何ががどこににっっいいててるるかかううのが分かってくるようになります、まあ、結構このえっとコマンドラインの作業まあ覚えれば簡単なんですけどもあのやったことのない人にとっては結構しんどいです。であとこういったチップスイックデータ世の中にどのぐらい報告されているかということなんですけどもこのチップスイックという 実験技術はたった10年ぐらい前に開発されて、今やもう10万件近くデータが報告されています。実験データの数をこの横軸に示しているんですけども、ヒューマンのデータで約4万、でマウスも4万弱ぐらい報告されていて、他にもラットとかハエ、線虫、酵母などのデータがこのぐらいあります。 で私がそこで思ったのがこういったデータを全部スパコンであらかじめそのアライメントであるとかピークコールとかしておいてでそれをあのウェブサービスとして公開すればもうみんなハッピーににななななれるんんじゃいいかなとううふうに思ったわけなんですね何がどこにひっつくかというのはもう遺伝子制御の本当に基本になりますのでそういったサービスを作ってみようというふうに考えました。 でそれでこの「チップアトラス」というウェブサービスを開発することになりました。でどのぐらいの,デーあのどんなデータの内訳になっているかといいますと、まあ、大半がヒストンと転写因子のチップシックデータで他に d n a s s シックとか RNA ポリメレースに対するチップシックデータも存在しております。でえっと あすみません最初の方でちょっと言い忘れてたんですけども最初ちょっとあのこういった、えー、あと23分ぐらいで座学終わりましてあもうちょっとかなでもう45分ぐらいしてでその後ちょっと実際にこのチップアトラスを触っていただいてで最後にあの私が何をしているかっていうのをちょっとあのお話しできればと思いますで、えっと、このえっとチップアトラスこういったやつなんですけども、えっと、どんなデータを処理して公開しているかということなんですけども先ほど言いましたように 論文とかで報告された全てのチップシックデータがこちらからダウンロードできますので私はそこで先ほどの,その配列生データを全部ダウンロードしてきましてレレファンンスゲノムにアライメントするということをやっております、まあ、ここでは3つの実験データをこういうふうに色分けしていますけどもこういうふうに何が,あ何がどこにどのぐらいひっついているかという波形データみたいなものを作っております。 でまたもう一つピークコールも行っておりましてこういうふうにアライメントが優位に集中する領域というのを特定しておりましてで後ほどちょっとお示ししますが、まあ、こういうふうに一個一個の実験データはあのゲノムブラウザを通じて皆さん閲覧することができるようになっております。でまたもう一つ非常に重要なことをやっているんですけどもこの実験3つの実験というのは、まあ、それぞれにこういうふうな ID が割り振られていてあと抗原名、えっと、こういった あの転写因子に対するこういった細胞の、えー、実験データであるというふうなことが書かれているんですけども実はこれあのその数万件のデータを全部私が手作業でキュレーションしています。あの この,このデータはこの転写因子とこの細胞というのを全部あのキュレーションしていますでこれ結構実はあのこのチップアトラスの根幹に関わるようなところなんですけども結構大変なんですねでどんなぐらい大変かといいますとこれタイトルがこんなのあってなんかセックスがスピーシーズがとかあって、えー、例えばこのセルタイプこの細胞は何なのかっていうのがここに書かれているんですけどもこれ U937 というあのセルラインなんですけども、えー、これ正式名称はここにハイフンが入るんですね。 そんなんどうでもいいやんというふうに思われるかもわかんないんですけどもこのハイフンがあるかないかでデータが分かれてしまうとデータ抽出がうまくいかないわけなんですねそういう表記揺れがあるとどっちかにしないといけないまあじゃあそれだったら正式名称の方に直すようにしようというふうにしておりますで他にも抗原名、えー、とここ抗原名が PU.1 というふうに書かれていてこれあのマクロファージ文化に非常に重要な転写因子なんですけどもこれ実は続称なんですね。 正式名称ではありませんで正式名称というかオフィシャル人員シンボルは SPI1 という全く別の名前を持っていて、まあ、これも SPI1 と PU1 というのが2つあの存在していたらそのデータは全く別のものっていうふうに見なされてしまうのでそういったものはもうなしにしようつまり表記量をなくそうということでこういったキュレーションというのを行っています。 で例えば、えー、とこういった7つの実験データありますでこう,いうふうにあのサンプルメタデータっていうのはあのデータ投稿者つまり実験を行った人があの自由に、まあ、記述しているんですけどもこれを見た時にこれ何のデータかって分かんないですよねで。ところが私がそれを全部キュレーションすることによって、えー、こういった抗原名で、えー、とこういった細胞名で。 こういいった細胞が由来すす。る組織にままで書き分けています例えばこの K562 というセルラインというのはブラッド由来、まあ、つまり白血病由来の細胞なんですけどもそういうふうな感じで書き下すようにしておりますで、えー、とこのチップアトラス、まあ、一旦作っただけでなくて毎月ちゃんと頑張って更新していますで毎月1500件ぐらいのデータが追加されるんですけどもそのたんびに私はこういったキュレーションというのを繰り返しております いいますののでで皆さんあの最新のデータにに、えー、触れるることができるようになっていまは、まあ、そうすることによってこの、えーっとえー、ちゃんとした抗原名細胞名とと,ともにこういうふうに何がどこにひっつくかっていうのが分かるわけなんですけども実はこのチップアトラスの特徴というのはこういった一個一個の実験データを見ることだけではありません。で大きな特徴というのは こういった数万件のデータを全部集めて、統合解析してデータマイニングができるというのが大きな特徴になります。まあ、そのために、あのスパコンを使ってすごい膨大な量のあの計算を行っているんですけども、そういったものに、えっともう本当にマウスクリックだけであのアクセスできるといった特徴があります。 それがまあこのチップアトラスのトップページにある4つのツールになります。ピーー、ーークブララウザーターゲッットトジンン、ンンズ、コローカライゼーションエンリリチメントアナリシスという、えー、ツールがあります。でこれもうちょっと後の方でお話ししていきます。で、えー、とあこれらで何ができるかっていうのを簡単にお話ししますと、まあ、こういうふうにゲノムがあって遺伝子があります。でピークブラウザーというツールを使うと何がどこにひっついているかっていうのがもうあのゲノムブラウザを通じて閲覧することができるようになっています。 でまたこういうふうにある転写因子と遺伝子というのがまあ制御関係にあるだろうというかそのまあ非常に近くのところに結合しているとまあ何らかの制御関係にあると思われるわけなんですけどもじゃあこの転写因子はこれを制御しているかもしれない他にも標的遺伝子は何なのかという興味がある上がると思うんですけどもこのターゲットジーンズというツールでは興味のある転写因子の名前を入力してやるとその標的遺伝子をこういうふうに返してくれますそういったツールがあります。 でまたその逆のようなことができるのがエンンリッチメントアナリシスというツールになります逆というのはどういうことかといいますとまあ複数の遺伝子まあここでは3個しかないですけども100個とか数百個とか入れてあります。でその時にこういった入力した遺伝子の周りに共通して結合するような転写因子は何なんですか という計算を行ってくれるのがエンンリリッチメントアナリスです、まあ、つまりこういったところに共通して結合するものはこれらをまとめて制御する可能性がありますのでつまりこの複数の遺伝子のマスターレギュレーターかもしれないものが取れてくるという、えー、ツールになります。でまたこういうふうに、えー、ゲノム上では複数の転写因子がこういうふうに1、えー、箇所にこう結合していることがあります。 まあそうすることによって1個だけでこうひっついてるんじゃなくってそこに他のいあの転写因子がひっつくことでより強力なあの転写活性であるとかあの別の働きを示したたりとかそういったことがありますでここでは例えばあの緑色のやつはこういった他の3つと結合していますけどもそういったこと,、えっとこの緑のやつっていうのは他にどんなやつと結合してるんだろう 一緒にけ強局在してるんだろうというふうに答えてくれるのが、コローカライゼーションというツールになります。で、これらについて、えっと、ちょっと後ほどお話ししていきたいと思うんですけども。その前に、まず、あの、I. G. V. というゲノムブラウザをインストールしていただく必要があります。あ、すみません、ここで、あの、この、この辺までで、ちょっと、とりあえず、なんか、質問。もしございましたら、何か。いかがでしょうか。 まあちょっと実際に何ができるんやっていうのをまず見たいと思うと思いますのでじゃあ進めていきたいと思いますでその前にあのゲノムブラウザーの IGV というものをインストールしていただく必要がありますで浦川さんにあのちょっとお聞きしたんですけどもなんかその本社の,そのパソコンにはなんかそういったツールを入れることができないということなんですよねですのでまあ,あの例えば皆さんあのお家に帰って 家のパソコンに入れるとかそういったことだったら大丈夫ですよね。ですよ、ね、のでまあなんかあまりそんな趣味ある人いるかどうかわかんないんですけど結構眺めてると楽しいんですね <laughs> あのゲノムブラウザーって。<laughs> なんだからなんか本当になんか家帰ってすごい暇な時があったらちょっとやって頂ければと思います。 でこの IGV のインストールの仕方なんですけども、えっと、Google にアクセスしたりとかできます <laughs> このお持ちのパソコンででこの IGV ゲノムっていうふうに書かれあの、えっと検索キーワードを入れますちょっとちっちゃくて見えにくいですね IGV ゲノムっていうふうに入れますでそうするとえっとこんな画面が出てくるんですけど えっと、IGV ゲノムって入れると多分トップにこの、えっと、IGV のところが出てくると思いますのでそこに行くと、えっと、こういった画面が現れます、えっと、IGV というのはインテグラティブ・ゲノミクス・ビューワーでブロード・インスティテュートの方が開発したゲノムブラウザーでこれあのフリーで使いますお金いりませんでここにダウンロードというところがありますのでここをクリックしていただきます でそうするとこういった画面が出てくるわけなんですけどもでなんかいろいろ変えてるんですけども一番上にあるのは Mac 用の、えー、とアプリになりますでこちらにあるのが Windows 用のアプリになりますでなんかあのこれだいたいあの Mac だったらこれをダウンロードしてもうあのダブルクリックすれば普通に開くわけなんですけどもなんかうまくいかない時もあります。 で他にもも windows の場合でもなんかフォルダがダーがウンロードされてきますでその中に IGV というファイルがあるんですけどもそれをダブルクリックすると、えー、起動することができますがなんかこうたまにうまくいかない時もあります。でえっとちょっと私もあのいろんなバージョンをた試してるわけではないんですけどもなんかこうえっと OS のバージョンであるとかあと Java のバージョンとかでなんかうまくいかない時がありまして、えっと、その対処法なんですけどもまず Java を最新のものにするか Java8 をなんかダウンロードあのインストールするみたいなことをするとうまくいくようなことがあります。でそれでもなんかうまくいかない時はこの辺をなんかダウンロードしてみるっていうことをするとうまくいく時があります。 でちょっとこの辺あの本当に私もよくわからないというところがありますので、まあ、本当にこれ使いたいという方はちょいろいろ試行錯誤してみてください。でまあ、とりあえずこの IGV をダウンロードして、えー、と起動しますとこういった画面が現れます。でチップアトラスをご利用いただく前にこの IGV を開いておいてください。<laughs> でえっと、チップアトラスのトップページに行くには、このグーグルでチップアトラスというふうに入れていた,だけるいただくといけるかと思います。ちょっと実際、皆さん開いてみていただいてもいいですか。えっと、グーグルで探すとトップにあのヒットすると思うので、そのチップアトラスというところをクリックするといけるかと思うんですけど、どうですかね、つながりますあ、つながってますね。 大丈夫そうですねで、えっと、この赤く示したのがあの先ほど言った4つのデータマイニングツールになってでそれの使い方がこういうふうに動画マニュアルが備えられています、まあ、ただし英語しかないんですけども、えっと、これを見ていただくともし何かあの使い方を忘れたという時にあの助けになるかもしれません。でそののの前前ににこの4つのツールを使う前にまず チップアトラスの中にあるデータを一個一個見ていくにはどうするかという話からまずやりたいと思います個別データの閲覧ということでお話ししたいと思いますで、このチップアトラスのトップページがあるわけなんですけどもここに Find an Experiment というところがありますのでここをちょっとクリックしてみてくださいそうするとこんなのが出てくると思うんですけども <laughs> でえっとここなんかあのアクセッション番号 ID を入れるようになっています。でここでは例えば SRX512370 というふうに入れます。えっとこれはあのチップアトラスで使われているこういったあの ID というかアクセッション番号というのは NCBI で使われているものと全く同一の ID を使っています。でここではあのこれあの送っと えっと、iPS 細胞における SOX2 のチップシックデータの ID になるわけなんですけども、まあ、これを入力してこ,この「5をクリックするとこういった画面が現れるかと思いますでけどそのなかなかこのアクセッション番号を知ってる場合ってほとんどないわけなんですね。 もし知っていればあのこれでいけるわけなんですけどもじゃあ知らない場合はどうするかっていうことなんですけどもむしろこっちの方が使いやすいかと思います。ここに「キーワードサーチ」というのがありますのでこちらをちょっとクリックしてみてください。でちょっとあの重たいデータになりますので結構あのこれがロードされるまで時間かかるんですけどもどうですかね。なんか「ローディング」ってなかなかあの出てこないかもしれないんですけど。 まあ数秒数 <laughs> 1分ぐらいい待つことにななるかもかもわですね実はあの今日私こちらに来る前にあの東大で同じことをやっていたんですけどもその場合も w i f i のアクセスが集中しすぎてなかなかロードされないということがあったんですけどこ,この画面で出てきたっていう方いらっしゃいますまだ誰も出てこないですか なななかなか出てこないです <laughs> すみません、あのこれちょっとあのすごい重たいファイルを読み込んであの検索とかができるようになっているんですけど <coughs> 出てきた方いらっしゃいますかあおめでとうございます。<laughs> <laughs> 出てこないですかね。あじゃあ、えっとまあま ちょっと待ってても仕方ないのでちょっと進めますね。えっとここで例えばですね、このキーワードサーチのところにあのロードされた後なんですけど、IPS ソックス2とかっていうふうに入れてやると、えっとここえっと行元名がソックス2でセルタイプが IPS っていうあのデータが絞り込まれてきます。まあここではえっと27件ヒットしたみたいなことが書かれてあるんですけども、でえっと先ほども言いましたように、全部のこの実験データがえっと ユニークな ID が割り振られていて NCBI と共通の番号でててデータを管理してありますでここで、えっと S、先ほどと全く一緒なんですけども SRX512370 というところをちょっとクリックしていただきたいんですけども、えっと、なかなか皆さんあの <laughs> ロードされてないということなので最初に戻りまして、えっと、こちらですねここに SRX512370 というふうに入力してください。 でこの GO というボタンを押すとこういうのが出てくるかと思うんですけどもうまくいってますあっ、ロードされた人もいますね。あ出てきてますねあ。出てきましたね。これですね、SRX512370 というもの。 ここに IPSSOX2 というふうに入れるとそうですねそうするとこれ全部 SOX2 で IPS のデータでこの上から3番目のが今言ってるやつです。はい、いますでまあこうすることによってその興味のあるデータのなんかいろんな情報が書かれたウェブページにまず飛びます。 でその上でデータをどのデータを閲覧するかとかあのどんな情報があるかとかっていうのをここであの見ていくことができます。で、えっと、ここですね。 SRX512370 というやつで、まあ、こういったタイトルがついているわけなんですけどもこちら側に私が手作業でキュレーションした結果が書かれてありますちょっとちっちゃくて見えにくいですけども SOX2 で IPS というふうに書かれていますでゲノムアセンブリーは HG19 というふうに書かれてありますであとこちらが下の方にオリジナルのメタ情報つまりこれをあのこのデータを作成した人えっと こののの実験を行ったた人がが書書いいオリジナルのメタ情報というのが書かれてありますでもっと下の方に行きますとライブラリーをどういうふうに調整したかというのが書かれてありますしあともうちょっと下の方に行きますとリード数とかマップ率とか、えっと、その解析の時にどのぐらいレファレンスゲノムにアライメントされたかといった割合が出てくるようになっています。でまたこちら、まあ、これ知ってる人は知ってるんですけども、まあ、リードクオリティ こここでで見るるとができるようになっていますでもう一度上の方に行っていただいてじゃあこの、えー、iPS 細胞における SOX2 のチップシックデータを見ていこうということで、えっと、ここの「ViewOnIGV」というところをクリックしていただくとこういったのがピロっと出てきます。 でえっと、ここの「ビッグイッグというのがアライメントデータのことになるんですけどもアライメントデータの,あのフォーマットが「ビッグイッグというちょっと変な名前の,あのフォーマットがあるんですけどもそういったものを見ることができます。で、えっと、今回の皆さんの,あのパソコンには IGV がインストールされていないので、えっと、ここまでしかできないわけなんですけどももしこの「ビッグイッグというところをクリックしますと,、えー v にえっとこちら側にデータがロードされるようにできています。 でえっと、これは上ちっちゃい数字並んでいますけども1からえっと23で X と Y というふうになっています、まあ、つまりこれ全ゲノムにこの SOX2 がどこにひっついているかというのを示していますでもうちょっとあのスペシフィックな場所を見ていこうということで、えっと、ここの IGV のここ あえっと、これ家に帰って、えっと、もし暇だったらやってみてくださいねえっとここに、えっと、興味のある遺伝子の名前を入力しますで例えば p a u イ5 f 1これ OCT34 とも言いますがあの ES 細胞の多分化能の維持に非常に重要な転写因子ですあのつまりあの iPS 細胞であの山中因子といった4つの転写因子がありますけれどもそのうちでも一番重要なものになります OCT34 もしくは p o u 5 f 1という転写因子なんですけれども、えっと、この遺伝子座の周りにこの SOX2 がどこにひっついているのかというのをこれからちょっと見ていきたいと思います。でこの p o u 5 f 1というふうに入れてここの GO というところをクリックしますとこういうふうに出てきます。 これがパウ 5f1 の遺伝子座で、でえっと転写開始点がこちらにあって左向きに転写されます。ですのでここのまあ言うたら上流領域にこのソックス2がひっついているところがあるというのがお分かりになるかと思います。アライメントでアライメントデータですね。でちょっとあの右側に寄りすぎていますのでこのこの辺をあのマウスでクリックして左左にドラッグするとこれがピョッとこう左に寄ったりとか。 まあ本当に Google マップをあの見るような感じでなんかいろんな場所に移動することができるんですね。でちょっとこことここあの上と下に離れすぎているので、えっと、ここのデータをこう上の方にピョってやるとあ上の方にドラッグしてやるとこういうふうにピョッとあの上の方に行きます。まあ、つまりこれとこれがあのまあより近くであの見ることができます。でそうするとこの転写開始点の上流の約2キロベースと4キロベースぐらいのところなんですけども。 ここに iPS 細胞における SOX2 が結合しているというのがお分かりになるかと思います。でじゃあ、えっと、今度はピークコールデータも見ていきます。今度はここにピークコールというところがありますのでここをクリックしていただきますとこういうふうに出てきます。まあ、つまりアライメントが優位に集中している領域はどこなのかというのをここで見ることができますので、まあ、例えばここにもアライメントちょっと載ってますよねこの辺。 こういったものはは全く有意ではなくてこうういいったものは統計学的に有意であるということを示していますで,ここまでがまあ一個一個のデータを見ていくということでこれをまあ繰り返していくとあの他の転写因子のデータがここに出てきたりとかっていうふうにしてあの複数のデータをまとめて見ることができるんですけどももうそんな面倒くさいことするんじゃなくてもう全部ギュッとま,つまとめて出そうっていうのがこれからやっていくことになります。 ちょっとこれもあのすいませんが IGV をお持ちでないとできない機能ですので、まあ、ちょっと眺めてみてください。えっと、それがあのピークブラウザーというツールで、えー、ゲノムのどこにどんな転写因子がひっつくかどこに、えー、どんな、えー、ヒストン就職があるかというのを、えー、可視化してくれるツールになります。 でチップアトラスの、えっと、ここはまあできると思うのでこ,こ,この辺ちょっとやってみてください。チップアトラスのトップページに行きましてこの「ピークブラウザー」というところをクリックしていただきますそうするとこんな画面が出てくるかと思うんですけどでこちら側に抗原と細胞のなんかタイプみたいなものをあの絞り込むことができます。 抗原のクラスっていうのは例えばヒストンであるとか RNA ポリメネスとかあと転写因子 TF っていうのはトランンスククリプションファクターのの略ででありまして転写因子のことですでそれをまあここではあの転写因子というふうに選んで,でセルタイプクラスというふうにあるんですけどもこれあのなんかアディボサイトとかブラッドボーンブレストとかありますが、まあ、ここではプルリポテントステムセル、えー、多能性幹細胞というふうに選びます。 まあこのクラスに入っているのは例えば ES 細胞であったり iPS 細胞などがこの中に含まれているんですけども、まあ、こういうふうにすることによってまずこのあ,あと生物種ここで選ぶことができるんですけども例えばヒュー,ヒューマンホモ・サピエンスで転写因子で細胞タイプはプルリポテント・ステムセルというふうにやってここをクリックすると先ほどの IGV というゲノムブラウザにそのデ,あデータがロードされるわけなんですけども。 実はあらかじめ IGV を開いてないとこういうエラーメッセージが出てきますので、えー、注意してくださいちゃんと開いてるとこういうふうにあのここになんかカラフルな,なんかあのやつが出てくるようになりますでこれっていうのは何を意味してるかっていうと全部の,そのプルリポテントステムセルにおける転写因子のチップシックデータのピークコールデータがギュッとここに集まってるわけなんですねととと集まっっているとちょっと見えにくいので この辺を右クリックしてエクスパンドというところを選びますそうするとこれが展開されてこんな感じになります。まあ、このの一の個一個がその複数のチッップシククデータのピークコールデーーーータタピコルを表でちょっとあのこの辺の二重線とかをこう上に持ち上げてやるとこういうふうにピュッと上がってもう少し何がひっついているかっていうのを見ることができるようになっています。<laughs> でえっと先先ほどから出ているこの POW5F1 の上流領域にこのソ SOX2 が2箇所まあこういうふうに結合していますが。 そこと同じところにいろんな転写因子がひっついているというのがわかるかと思います。ナノグとか CHD7 とかそあのななんやいろいろひっついてます。で実はこの領域というのはもうあのステムセル業界というか ES 業界では超有名なエンハンサーです。もうこれ知らなかったモグリカっていうぐらいあの有名なエンハンサーで OCT34POW5F1 のえ プロキシマルエンハンサーとディスタルエンハンサーというもので、これがあの非常にあの ES 細胞の多分化能の維持に関わって、非常に重要なあのエンハンサーなんですけども、実はこれあの、今日はあのパンフレットをお渡ししているかと思うんですけども、これなんですね、えー、SOX2 の iPS 細胞におけるチップシックデータがあって、でそこにいろんなファクターがひっついてるんですけども、これ実はちょっとあの仕掛けがありまして、こ,れこうなってるんですね。 <laughs> この不思議なあの表紙というのが実はこのチップスティックデータにちゃんと基づいているというものであの裏側に書いてあるんですけどもあのあこれですねこれがこれになるっていうことでこれはあの足立弘美さんっていうあの方にあのデザインしていただきましたあの非常に何かいいものを作っていただいたんですけども。 まあちょっとこれ,あの僕あのこれが届いた時家でこう何,何回もこうこうやって <laughs> すげえってちょっと楽しませてもらったんですけどもまあそういったものになってます。で、えっと、本題に戻りまして、えっと、ここあの2つ重要なエンハンサーがありましてそこにソックス2がひっついていますし他にもこういった転写因子がひっついているということなんですけどももうちょっとこれ拡大していこうということで、えっと、この辺をマウスでこうドラッグしてや,やるとやって。 でマウスをキュッと離すと,、えっとこういうふうに拡大することができますそうすると先ほどの2箇所のエンハンサーのところに何がひっついているかというのがもうちょっとちゃんと示されるということでほ、まあ、本当に Google マップを触るような感じであの遊んでいただけるんじゃないかなと思います。<laughs> でえっと、この先ほどから出ているこの横,横線っていうのはあのチップシックデータのピークコールデータになりましてでいろんな色がついているんですけどもこれは結合合の度いいをヒーートカラ表示しています、まあ、つまり赤ければ赤いほど非常にあのよくひっついているということを示しています。まあ、ざっくり言いますとこのピークの高さみたいなものだと思ってもらったらいいかと思います。<laughs> でえっと、そういったものっていうのは、えっと、ここでなんかあのスレッシュオールドを決めることができまして、えっと、1から1000まであって青から赤で中間が500、えっと、緑色っていうふうになっているんですけどもなんかこういっぱい出てきすぎてあのどれを見たらいいかわからないという時がありますのでその時はこのピークブラウザーのここで、えっと、スレッシュオールドを決めることができます。 えっと50だったらこの辺ですし、えっと、500だったらこの辺つまり緑から赤だけのデータを表示しなさいとかそういったことができるようになっています。でじゃあこのスコマックス2スコアと呼ばれるものなんですけどもこれあの先ほどまあ結合の度合いみたいなことを言ったんですけども一応ちゃんと専門的なあの言葉で説明するとえっと えっとピークコールするときにまずピどのぐらい優位かという p バリューを出しますで多重検定補正をやって Q バリューというものを出しますで9バリューのログを取ってマイナス10をかけたものがこの値になるということで、えっと、まあ別に興味なくても興味なかったらそれでいいんですけどもまあそのよりあの強いものだいたい100を超えてればあの信頼できるかなというふうに私は経験的に思っています。 でまたこの、えっと、IGV の上で興味のあるところにマウスのカーソルを当て,当てますとちょっと小さくて見えにくいんですけどもあのどんな細胞でどんな実験をやったかっていう詳細な情報が表示されますしまたこれをクリックしますと、えっと、またウェブサイト上でこういった画面になります。 におけるナノグのチップシックデータなんですけどもその詳細な情報が出てき,て出てきましてでまたここで「ビューオン IGV」をクリックしてやるとあの先ほどの波形データのように見えるアライメントデータを見ることができます、まあ、つまりこの「ビッグイッグ」というのをクリックするとこういうふうになって、えっと、この SOX2 とナノグというのは実は同じところに結合するんですね。 でこれもまあ,あの前からよく知られていることなんですけども、まあ、こういうのをちゃんと見ることができるということになります。でまた、えっと、今度は今まで転写因子を見ていったんですけども今度はここにヒストンのデータをあの出してみたいと思います。もう一回ピークブラウザーに戻っていただいて今度は光源クラスのところヒストンというふうにやります。 でえっとあえっとすみませんホモ・サピエンスでヒストンでセルタイプはプルリポテント・ステムセルというふうにやって。 ままたこのビューオン v のとこのの View IGV とろをククリックします。そうするとここにヒストンのデータがブワーッと出てくるわけなんですけども、えっと、ここで書かれている H3K27 アセチルヒストン H3 の27番目のリジンがアセチル化されているものっていうことになるんですけども、えっと、ヒストンというのは、まあ、そのヒストンの周りに DNA がこうぐるぐる巻いて巻いてるわけなんですけどもそのヒストンというタンパク質の N 末側 ににはななななんんんかかフリーな残機があってでそこになんかいろんな就職を受けますメチル化であったりアセチル化であったりとかでそういったえっと就職を受ける中でもこのアセチル化をえっと AC と書いてるのはアセチル化という意味なんですけどもそのアセチル化という就職が入るとそのクロマチンがなんかこう緩くなっていろんな因子がアクセスしやすくなる。 そうするとつまりあのいろんな転写活性が新たに生まれるということが知られていますので、えっと、このデータから何が見えるかといいますとこの SOX2 とナノグがひっついているところには他にもいろんな転写因子がひっついているということとあとアクティブヒストンマーカーがマークがひっついているということからこいつらを使って、えっと、この近傍にある POW5F1 の発現が制御されているということが 正に制御されていいるるとととうことが理解できるかと思例まば、まあ、そうすることによって、まあ、ここではあのすでに基地のエンハンサー領域を見ていっているわけなんですけども皆さんがもし何か興味のある遺伝子がありましたら例えばここに遺伝子名を入れるとそこにピョッと飛んでいってでじゃあどこにその 例えばこの K27 セチルがあるかとかこういったいろんな転写因子を結合する場所があるかというのを見ることによって、えー、そこにエンハンサーがあるだろう。でなおかつそこにこういったものがひっついているということもつまり何によって制御されているかというのも同時に理解できるようになっています。でここで、えっと、i g v を使った作業ここで終わりなんですけども。 実際にどんなもんかちょっとお見せしますねこれ今あの開いてるやつなんですけどもこれ先ほどの,あの2箇所の有名なエンハンハサーですでこういうふうにマウスを当てるとここになんかいちいちこうあのなんかあの詳細な実験の情報とか出てきますしであとこうマウスをクリックしてこういうふうに動かしてやるともうほんまに何ですか Google マップみたいな感じでこう行ったりあとズームアウトしてみたりとか。 こんな感じで,です、ね、ズームアウトしてみたりとかあとこういうふうな感じでズームインすることができるようになっていますでなんか好きな遺伝子見たい時はここに遺伝子名を入れればそこにスキップすることができますしで先ほどちょっと言いましたがあのこういったところをえっとクリックすると。 えっとウェブサイトが開きまして、つまりこれ IGV とあのウェブブラウザが連動するようにできているんですね。あの Windows の場合だったらえっとインターネットエクスプローラーとか Google クロームとかありますが、そういったものと連動するようにできていまして、でそこでえっとまたここでビッグイィクを見るとかピークコールを見るとか、あとここで詳細な情報を見るとかそういったことができるようになっています。まあ非常に簡単に使えるかなと思うんですけども。 ぜひお家に帰ってちょっと試してみてください <laughs> ここまでで何かご質問ある方いらっしゃいますえっと <laughs> じゃあえっと次えっと 今度は標的遺伝子を探すということで例えば皆さん何んか興味のある転写因子があったとしますじゃあその標的遺伝子は何なのかというのに答えてくれるというツールですそれがターゲットジーンズというもので興味のある転写因子を入力するとその近傍に結合するような遺伝子の名前を調べることができますでここからあの実際皆さんやっていただけますでチップアトラスのトップページに行きまして今度はこのターゲットジーンズというところをクリックしてください <laughs> でそうするとこういった画面が現,現れますでここでまた生物種を選んだりここで好きな転写因子を選んだりするわけなんですけども、まあ、ここではまず例として、えっと、ゲ,ノムゲノムというかあの生物種はヒューマンホモ・サピエンスでナノグという先ほどから出てきています転写因子なんですけども、まあ、これも実は OCT34POW5F1 と同じぐらいその ES 細胞の多分可能の維持に重要な転写因子になります。 でこれを選んだ後、とあと転写開視点 TSS とも言いますがそれからの、えっと、距離の幅というのを選びます。例えばこのプラマイ5キロというふうに選んでやるとこのナノグがその転写開視点のプラマイ5キロに結合されるような遺伝子というのを探索することができます。でよく「どれにしたらいいの?」とかって言われるんですけども、まあ、困ったらまあプラマイ5キロぐらいが一番 あの妥当かなという,ふうに思います。<laughs> で、このボタンをクリックしますと結果が出ます。というところをクリックするとこういったあのちょっとなんかカラフルな図が出てくるわけなんですけどもこれのちょっとあの何を意味しているかという説明をしたいと思います。<laughs> まず、えー、とこの上のカラムなんですけどもなんかこう斜めにいろんな字が書いてありますこれが意味するのはこれまでに報告されたナノグのチップシックデータが約二十数個ありますでそれがこういうふうに横に並べられています。でこの縦に並べてあるのがナノグの標的遺伝子候補です。つまりこいつらの TSS の転写開始点のプラマイ5キロにこういったナノグのチップシックデータがひっついているということを意味しています。 でその縦と横の組み合わせで各セルにこう色がついてるわけなんですけどもこれが意味するのは先ほど出てきましたマックス2スコアつまり結合の強度みたいなものなんですけども赤ければ赤いほどよくひっついているえ青いほどきあまりひっついてないでグレーは全くひっついていないということを意味しています。でちょっとこれ上の方に上げますとこういうふうになりまして、えっと、ここに標的遺伝子候補がブワーッとあります。で こここですねの一番左端のカラムナノグアベレージというふうに書いていますがこれ何を意味しているかというと1 1行1行この横のののラインの平均値を出していますこのマックス2スコアが、えっと、この横で全部平均を出してでその平均値の順に今これあのこのマトリックスが相当されています。 あつまり上にあればあるほどより強く結合されている標的遺伝子であるということを意味しています。でそれを見てみますとここ先ほどからよく出てきている PAU5F1 という遺伝子にこのナノグがよくひっついているということを意味しています。で先ほどから見ていますようにこの PAU5F1 の転写開始点ここにありますがここから数キロぐらい離れたところ ここにナノグが結合しているということが先ほどから見ていきましたので、まあ、本当にちゃんとあのそういったものを拾ってきているということが分かるかと思います。でまたこのえっと表の一番上「DPPA5」というふうに書いてあるんですけどもここえっと見ていきます今度は先 IGV でここに「DPPA5」というふうに入れると見ることができるんですけどもあのちょっとズームアウトしますと「DPPA5」から数キロ離れたここ。 にナノグがちゃんとと確かにひっついていてるということとがわかるかる思います、まあ、こういうふうにして、えっと、興味のある転写因子の標的遺伝子候補というのを、えっと、あの見ることができるというのとちゃんとこういうふうにあのランク付けができるということが、えー、この特徴になります。で、まあ、ここではあのナノグのチップシックデータあの全部の平均値で相当したもので見ています。でここの 右端の5つのカラムを見てみると全部グレーになっているわけなんですねつまりこいつらのチップシックデータにおいてはこういった遺伝子の周りには全くひっついていないということを意味しています。でじゃあ何なのっていうことなんですけどもよくよく見てみるとこのこっち側の左側のカラムを見てみるとヒューマン ES セル といいう,うに書かれています、まあ、つまりあの ES 細胞関係のデータがここにブワーッとあるわけなんですね。であとこいつらの細胞を見てみると LNCAP というふうに書いてます。LNCAP というふうに書いてるんですけども LNCAP という細胞というのはあの、えっとえっと、前立腺がん由来のセルラインになるんですけどもそこにおけるナノグのチップシックデータがこの5つのカラムになっています。でですのでじゃあ その前立腺がんのナノグちょっと私何をしてるか知らないんですけどナノグっていうのは ES ですごい重要ということしか知らないんですけどもじゃあえっとこいつらでそうとし直したいっていう時はここの三角のところをクリックしてみてください。そうするとこんな感じになるかと思うんですけどもできてます でそうすると、えっと、この5つのカラムみんなここに色がついているので、まあ、この5つのチップスティックデータは大体同じところにあの結合するということを示していてでこちら側の ES 細胞とかのデータとは結構異なっているということがわかるかと思います。で例えばここの遺伝子なんか見てみますと LN キャップではこういった 遺伝子の周りにナノグがひっついているわけなんですけども ES 細胞では全くひっついていないということですのでこれが意味するのはこの2つの遺伝子というのは LN キャッップ特異的なナノグのターゲットジーンであるとそういうふうにあの転写因子というのはセルタイプが変わりますと結合する場所も変わります。えっとその 例えば、ES でここにひっついてるからといって、プロステートでも同じところにひっついてるかというと。そういったことは、あの、結構ありません。えっと、文化とかすることによって、さまざまなところに転写因子の結合場所というのは変わります。ですので、そのセルタイプスペシフィックな標的遺伝子を見るというのにも、このツールは、あの、有効なんじゃないかなと思います。で、また、えっと、ここ、あの、アイが全部こういうふうに。 表されているわけけなんですけども、まあ、興味のあるところをクリックしますと先ほどから見ているこのクリックされた ID の実験データキュレーションデータとかサンプルメタデータとかあと IGV でそのこれであの標的遺伝子は終わりなんですけどももし何かご質問ある方いらっしゃいましたらお願いします。 じゃ続きまして興味のある転写因子が皆さん何かあったとしますまあ、僕とかあのナノグとかすごい好きなんですけどもそれとゲノム上で強極剤するような転写因子を探すということをこれからやりたいと思います先ほどから見せているようなこういったものなんですけどもゲノムの一箇所にいろんな転写因子が集まっているというところ時があるんですけどもそれに応えてくれるようなツールがこのコローカライゼーションというツールになります これも今あの皆さん使っていただけるんですけどもチップアトラスのトップページに行っていただいてコローカライゼーションというところをクリックしていただきますそうすると、えー、こういった画面が出てくると思うんですけども <laughs> 出てきてますでえっとまああの 興味のある転写因子をまたここで入れることができるんですけども、まあ、先ほどからよく出てきているナノグを選択します。まあ、これはあの何度も言いますように。es 細胞のあの多分、化能の維持に非常に重要な転写因子です。であと、セルタイププロステート、先ほどの前立腺のデータとえっとプルリポテントステムセル es 細胞とか ips とかのデータがあるんですけどもまあ、ここではプルリポテントステムセルにしておきます。で、このボタンをクリックしていただきますと。 なんかさっき見たのと同じような、あのデータが出てきます。<laughs> いけています。大丈夫ですかね。見えてます。で、えっと、これで見ていますと、えっと、さっきと、まあ、この上のカラムは一緒です。これまでに報告されたプロリポテントステムセルにおけるナノグノチップシックデータ、約十数個がこういうふうに並べられています。 でこの縦のカラムにえっと表示してあるのはこいつらと同じ結合パタターーンを示すチッップシックデータになります。まあ、つまりここに転写因子と細胞名と ID が書かれているんですけどもこういったチップシックデータはこれらとゲノムワイドに同じようなところにひっついている可能性が高いというまあその類似度のそのえっと 先ほどどと一緒なんですけども赤ければ赤いほど類似度が高い青い方が類似度が低くてグレーのやつは類全く似てないということを意味しています。でちょっとこれ上の方に引き上げてみますとこういったチップスティックデータがこういったナノグのチップスティックデータとよく似ているということを示しています。 で一番上にあるやつは先ほどから実はよく出てきている、えー、iPS 細胞における SOX2 のチップスティックデータがナノとととよく似てていいいるということを示していますで。実際どうだったかというとあのこの PAU5F1 の上流の方で、えー、ナノグと SOX2 確かに強極剤していますとかあと他にも、えー、DPPA5 という、えー、先ほど見ていた遺伝子の周りでもこういうふうにナノグと SOX2 が強極剤しています。 で実際にこの、えっと、先ほどの PAU5F1 こ,のこれの、まあ、遺伝子も大事なんですけど、まあ、このタンパク質が大事ですあの転写因子自体が大事なんですけどもパウ5 f 1とナノグとソックス2という3つの因子はお互いコンプレックスを形成して特に ES 細胞においてはゲノムの同じようなところによくひっつくということが知られていますでそうすることによって非常に強力な転写活性化 転写活性制御転写制御を行うということが知られていますので、まあ、そういったものを発見するのに非常に有効なツールあのこのコローカライゼーションというツールは有効なんじゃないかなと思っています。まあ、今回は既に,に知られているものだけを見ていますが、まあ、もし皆さんあの好きな転写因子などがありましたら後でちょっと見てみたりとかしてみてください。<laughs> じゃあ最後4つ目のツールのエンリッチメント解析というものをお話ししていきたいと思います。これは何ができるかというと複数の遺伝子を入力してやるとそれらに共通して結合するような転写因子は何ですかというのを返してくれます。つまりこの複数の遺伝子のマスターレギュレーターを特定することができます。チップアトラスの「エンリッチメントアナリシス」というあトップページに行って「エンリッチメントアナリシス」というところをクリックしてみてください。 でそうするとここに何か窓がありますけどもここにあの好きな遺伝子の名前を入れていききますでなんかこう好きな遺伝子を入れてもいいんですけど何らかのこ,う、まあ、これからちょっと発見みたいなことをやっていこうということにあの役立てれるようにお話ししていきたいと思います。でじゃあどんな遺伝子を彫り込むかということなんですけども2012年にセルで報告されたこういう論文があります。 えー、そのフィギュア1をここに示すんですけども ES 細胞をカーディオマイオサイト心筋、えー、に分化させるという実験を行っています。 でその過程は ES を一旦メソダム中胚葉に分化させてでカーディアックプリカーサーにした後カーディオマイオサイトにするとなんとディッシュ状でビーティングするような細胞が作れたということで、まあ、こういった実験も昔からやられているわけなんですけどもこの論文では、えっと、この4つのタイムポイントにおいて RNA を回収して RNA セックを行う、まあ、つまり全ての遺伝子発現を調べるということを行っています。 でこういった図よくあの、えっと、こういった論文では見られるんですけどもいわゆるクラスター解析というのをやっていますでこれちょっと理解するのを最初知らないと難しいんですけどもこの一個一個のこの線が遺伝子になっていますつまりえっと、人とかマウスの遺伝子って約2万個ありますけども2万個の細い線があります。で例えばこのこのの線だだとと遺伝子だと えっと、ES 細胞ではあえ、えっと、すみません、えっと、色が薄い方が低く発現していて色が高い、えっと、濃い方が高い発現が高いということを意味しています。ですのでまあ何か何でもいいんですけど遺伝子 X というのがあったとしたらこいつらはこの3つのこの ES メソダム CP ではほとんど発現していないけどもカーディオマイオサイトでは高く発現しているということがあの理解できるかと思います。

ありがとうございますじゃあ、えっとまあ、つまり、えっと、こういうことになりますね。えっと、これが ES 細胞だけでこう発言して他では発言しないそういった遺伝子群、まあ、何百か何千かこうこうあるわけですね。でこちら側の遺伝子群、えっとえっと、カーディオマイオサイトではこう発言するけどもその他の組織では発言しないこういったものをクラスターをあの分けています。で A から S までありますがこ,これからやっていきたいミッションというのは。 じゃあこの ES だけで発現する遺伝子は何によって制御されているのかというのを探っていきます、まあ、つまりこういった遺伝子の周りに共通して結合するような転写因子というのはこれらの遺伝子をまとめて制御する可能性のあるマスターレギュレーターであるというふうに考えられますでまたこの逆に CM カーディオンマイオサイトだけでこう発現する遺伝子のマスターレギュレーターは何なのか というのを同じじような感じでやっていいいきたいと思いますでそのためには、えっと、この遺伝子の名前を先ほどのチップアトラスのエンリッチメントアナリシスに入力していただくんですけども、えっと、今回お送りしているあの、えっと、ファイルありますよねあの何でしたっけあの GitHub になんか載っけてると思うんですけども、えっと、そこの中にテーブル S1 というあの Excel ファイルがあるかと思います。これを開いていてただくと <laughs> こんな感じになると思うんですけどもあります、まあ、よくあのこういった遺伝子発現とかに関する論文ではこういったエクセルファイルがそのサプリメンタリーマテリアルみたいな形でついていてでとこと数字の羅列があるんですけどもそれをあの。 だからどうなんていう感じで結構終わることがあるんですけどもきょ今日これからやりたいのはこういった遺伝子をまとめて制御するものを見つけるということでその論文をよりあの深く理解するために重要なあのスキルを身につけていただければと思います。でこのえっとファイル開いていただくとカラム B のところに人員シンボル遺伝子名が載っかっています。でこの辺数字が 書いててああるのは発現量でありましてちょっとここはスキップしてカラム K のところを見てみますとずっと A というふうに書いているのがわかるかと思います。でこれ何かと言いますとここの A から S までクラスターがあるということを言いましたがこのクラスター A のデータはあクラスター A に属する遺伝子がここということになりますのでこのクラスター A の遺伝子を全部選択します。 一番上から大体1,342行までなんですけれどもこれを全部ちょっと選択していただいてでそれをこのチップアトラスのエンリッチメントアナリスのここに放り込んでいくわけなんですけれどもでちょっとこの放り込む前にまず設定していただきます。生物ははここででマウスのの細胞を分化させているので あのマウスのデータタを選んで,で光源タイプ何がひっつくかっていうのを同定するためにあの転写因子だけにまあ絞ります他にもヒストンがどんなヒストンがここにひっつくかとかそういったことができるんですけども、まあ、今回は転写因子というふうにしてやってであとここジーンリストというところにチェックを入れてくださいでそこに先ほど選択したエクセルのデータ、えー、とクラスター A のデータ クラススターー A にに属すする遺伝子の名前をここにペーストしますでです、ね、あのもしエクセルでデータ選択するのが面倒くさかったらこの添付ファイルの「クラスター A. テキスト」っていうところがあってでここにあの先ほどのクラスター A に属する遺伝子名もありますのでそういったものを全部あのコピペしていただいてもかまいません。 でここで、えっと、クラスター A の遺伝子リストを入れてやった後に今度は、えっと、Excel ファイルの1833行から一番下まで、えっと、続いていますこのクラスター S ですねカー,ディカーディオンはマイオサイトで特 <laughs> 異的に発現する遺伝子の名前を全部選択していただいてでこれをこちら側のところ「ジーンリスト」というところにチェックを入れてここにペーストしてやります。 でこれもあのもし面倒くさければあの添付しているファイルのクラスター S というえっとファイルを開いていただくとクラスター S の遺伝子リストがありますのでまあそれをそのままコピペしていただいても構いません。あとこの辺タイトルをつけるということになっているんですけどもこちら側はこの 左側の遺伝子群に対すするタイトルです、まあ、ここではクラスター A に属する ES で特異的に発現するえっと遺伝子名ですので、まあ、ES というふうに入れておいてこちらが比較対象としてカーディオマイオサイトで発現する遺伝子なので CM とかっていうふうにやっておきます。であと転写回視点からの距離というのをここで選んでいきます。 設定していきます、まあ、ここでは、えっと、TSS プラマイ 5kg というか5000ベースというふうにやっとおいてください。でその上でここをクリックするとあちょっと待ってくださいね。<laughs> もうやっちゃった人いるかもわかんないですけどこれで何ができるかというのをもう一回おさらいします。こちら側が ES で特異的に発現する遺伝子群でこちら側はカルディオマイのサイトで特異的にあもう押してもらってもいいかもわかんないですね。なんんかかか計算時間かかるんで あのとりあえずこれを押したい。えで、っと、こちらが ES 特異的な遺伝子群でこちら側が CM 心筋特異的な遺伝子群なんですけども今あのここでやっているこのボタンを押すと始まる解析というのがここで入力したあの遺伝子リストが全部あの遺伝権にあるスパコンに送られます。 でそこにはチップアトラスのの全部のデータがありますもう10万件近くのチップシックデータがあってでその10万件のチップシックデータを一個一個見ていってこっち側によくひっつくものは何なのかとかこっち側によくひっつくものは何なのかというのを検定していきます。つまりこ、えっと、これとこれとを比較してつまりど お互いにまあなんかコントロール群みたいなものだと思ったらいいんですけどもこれとこれを比較してこっちに結合がエンリッチするものっていうのは ES 細胞で特異的な遺伝子のマスターレギュレーターであるというふうに考えられます。でまた逆にこれとこれを比較したときにこっちの方にばっかりひっつくような転写因子があったとしたらこれはカルディアオマイオサイト特異的な転写因子群、えー、とマスターレギュレーターであるということがわかるかと思います。 で実際あのここのえっとサブミットというところを押すと遺伝犬に送られて今計算が始まっています。でここがなんかこうステータスっていうのがどんどん変わっていくんですけども「ラーニング」っていうふうになると計算がようやく開始したということになってでこれがしばらく待つと「フィニッシュ」というふうになります。の,まああの 結果待っていると結構大変なので数分かかりますのでここがもしフィニッシュというふうになるとここの、えっと、URL をクリックするとこういったデータを見ることができるようになっています。でちょっとあの待っていただくのもあれですので、えっと、今回お送りしているファイルのこれですね EAURL エンリッチメントアナリシスの URL という意味なんですけどここを開くとこういうふうな URL がありますのでこれをえっとコピーして でなんかウェブブラウザーで開くみたいなことをやっていただけると結果に行くことができます。でなんか最初はあのちょっとあの見た目の体裁を整えるのになんか時間がかかるんですけどもしばらくするとこんな感じにぴょっとなって、えっと、見ることができます。でちょっとあのこれ説明の図に移りますが。 えっと、これを開いていただくとこういうようなものが出てきます。で何を意味しているかというとこの一行一行が ES 細胞の遺伝子に結合がエンリッチするものもしくは心筋、えっと、遺伝子に結合がエンリッチするようなそういった遺伝子あ、えっと、チップシックデータになります。 つまりこれあのヒューマンのチップシックデータで大体4万件ぐらいあるんですけども、まあ、これが4万行ずっと続いているというふうに考えていただいたらいいですで最も有意なものの順にこういうふうに並べてあるんですけどもまたえっとここにまずあの抗原名あえっとすいません抗原名転写因子名とここに細胞名があってここになんかいろいろ数字が書いてありますちょっとち小さくて見えにくいんですけども何を意味しているかというのをちょっとご説明します一番上のの行というのは えっと、ES 細胞における POW5F1 のチップシックデータであるということを示していますでこの POW5F1 はマウスゲノム全体において1万3,700箇所に結合しているということを示しています、まあ、つまりこれをピークコールしたときに1万3,000箇所のピークコールが得られたということになりますでそのうち240個が ES スペシフィックな遺伝子 つまりあのクラスター A に属する遺伝子が1,051個あるんですけどもその周りの240個に結合しているということになります。大、ま、体、あ、いい 4, 4分の1ぐらいの ES 遺伝子にこの p ァイ5 f 1が結合しているということになります。でまた、えっと 特異的な遺伝子2,300個ありますがそのうちの129個にこの p a エ5 f 1が結合しているということになります、まあ、だいたいいた分のぐらいですね。でこ,れこっち分のぐぐらいで1 20ぐらいいでで分ののすこ比を取ったのが、えー、いわゆるフォールドエンリッチメントと呼ばれるもので、えっと、こういったよくあのこれいわゆるエンリッチメント解析と呼ばれるようなあの解析手法なんですけどもこのフォールドエンリッチメントというのがあの 結構重要ななファクターになります、まあ、大体この両者の比をとると4倍ということなのでこの ES と CM 特異的遺伝子にどっちに偏って結合するかというのが ES の方に4倍エンリッチしているということを意味しています。で、えっと、フォールドエンリッチここ何か true とか書いてるんですけどもフォールドエンリッチメントが1以上だと true で1以下は false というふうにあの表示されるようにしています。 これ何のために重要かっていうのはちょっと後でお話ししますがであともう一つえっと統計学的な検定を行っていますこれがあのフィッシャーの正確確率検定と呼ばれるものなんですけれどもまあもしこのえっと PUW5F1 がなんか何かんでもないこうゲノムにペタペタひっつくような因子だったとしますそうした場合はこの ES の遺伝子にも CM の遺伝子にも い同じぐらいの割合でひっつきます、まあ、けど偶然に左右されて、まあ、ちょっとこっち側に偏ることがあるかもわかんないんですけども、まあ、ほぼ同等にひっつくわけなんですねで。ところが先ほど見ていたようにこのフォールドエンリッチメントが4倍こっちの方に4倍強くあの結合しているということでこれが偶然に対してどのぐらい優位かということを検定しているのがこれになります。 つまり、えっと、P バリューが10のマイナス45乗というふうになっていまして、まあ、非常にこ,の、えっと、こっちに結合がンニッチしているというのは統計学的にも非常に有意であるということを示しています。でそれがこうずらーっと並べられているわけなんですけども、えっと、こういうふうに、えっと、ここのホールドエンリッチメントが1以上つまり ES の方に、えー、結合が偏っている、えっと、データとでこういうふうに、えっと、ここがフォールスっていうふうになっていますが、えー フォールドエンリッチメントが1以下つまり CM 特異的遺伝子の方に結合が偏っているものに分かれます。でちょっとあのこれあのかい入り混じってると分かりづらいですのでここの右上のところのサーチというところに true というふうに入れていただくとフォールドエンリッチメントが1以上つまりここが true になっているものをあの絞り込むことができます。<laughs> 皆さんのパソコンでも多分できると思うんですけども できてますはいでそうするとこの上位に上がってきているのはパウ5 f 1ナノグパウ5 f 1というふうになっていて、えー、先ほどからずっと言っていますよねこの2つっていうのはもうほんに ES 細胞にとって非常に重要な転写因子です。 まあつまりこういったものが ES スペシフィックな遺伝子の周りに共通して結合しているということで既、まあ、にこれはあの知られているマスターレギュレーターなんですけどもそういったものがトップに上がってきています。で他に EP300 っていうのはエンハンサーのアクチベーションに重要な因子なんですけどもこの EP300 のチップシックデータっていろんな細胞でやられています。 でところがここで上がってきているのはほとんど ES 細胞なんですね。でこれエピライクセルっていうのもこれも ES 細胞の中身みたいなものなんですけどもそういったものがちゃんと上がってきているということでこういうマスターレギュレーターを探索するのにこのエンリッチメントアナリシストは非常に有効なツールになります。でまたこっちフォールっていうふうにすると今度は CM 特異的遺伝子の方にエンリッチするものが上がってくるわけなんですけども、まあ、こういった転写因子がこの えっと、カルディオンマイオサイトの形成に重要であるということを意味しております。でえっと先ほどまでの、えっと、解析ではここに遺伝子名を入れていたんですけどもここに、えっと、ゲノム座標を入れることもできます例えばここ「ゲノミック・リージョンズ」っていうところ、えっと、先ほどはここ「ジーン・リスト」だったんですけども「ゲノミック・リージョンズ」というふうにクリックしていただいて。 ま、どんなものか見たいというときはここトライウィズイグザンプルっていうのがあるんですけども、ここをクリックしていただくとこういったあのゲノム座標が出てきます。これあのえっとここのなんかスペース空いてるのはこれタブ区切りになってるんですけども、スペースじゃなくてタブ区切りフォーマットになってるんですけども、この場合だとクロモソーム15番のこの辺からこの辺までというゲノム座標を入れてあります。そうするとあのま知ってる人は知ってるんですけども。あのアタックシックとかっていう。 技術ご存知ですかねあのオープンクロマチン領域がどこにあるかというのを特定するあの実験手法なんですけどもそれである細胞でアタックシックを行ってオープンクロマチン領域がここっていうゲノム座標を入れてやるとそこにどんな転写因子が結合がエンリッチしているかというのを調べることができます。まあ、非常にあのなんかその もうチップシックデータに基づいてその何がエンリッチするかというのを、えー、事前に調べることができるということでこの「チップアトラス」のエンリッチメントアナリシスは世界中で使われているんですけども私あの今やっているのが疾患と関連するノンコーディングスニップ疾患関連スニップのほとんどが実はノンコーディング領域にあって。 じゃあ疾患の何に関わっているかっていうのが実はよくわかりづらいというあの問題点があります。ですのでノンコーディング領域のスニップっていうのは見つけられた後ほとんど研究されずにほったらかしになっているわけなんですね。でそこで私はちょっとそれはまずいだろうということでノンコーディング領域における疾患と関連するスニップの周りにどんな転写因子の結合が円立するかというのを調べています。ちょっとこれ時間がありそうなんで後でちょっと話したいと思います。 で他にも遺伝子発現に影響するような SNP の周りに何がひっついているかとかあとユーザーご自身のチップシックデータとかアタックシックデータをあそこに入れてやることによって他にどんな転生因子の結合が円立するかというのを調べている人がいます。で他にも進化的に保存された領域に何がひっつくかというのを調べている人もいます。 でまたあの最初の方であの遺伝子名を入れることができるということであのお話ししましたが、えっと、私今やっているのが組織特異的に発現する遺伝子群先ほどはあのイエス細胞とか心筋とかでしたけれどもいろんな細胞について同じようなことをやっています。ですのであのここではちょっとあまり深くは言いませんがこの細胞はこの転写因子が転写因子がマスターレギュレーターであろうということをいろいろ特定しておりましてそういった あのデータというのは将来的にはダイレクトリプログラミングとかに応用できるんじゃないかと思って今研究を進めていますでまたあの今これはあの未発表なのでちょっとあんまり深くは言えないんですけどもある薬剤を細胞とかに加えます、まあ他にも人体に加えてもいいんですけどもその時に発現がが変動する遺伝子というのがありますでそいつらをまとめて制御するファクターは何なのかっていうのを探っています でこれ何のためにそれが必要かというと現在市販されているその市販薬実はあのターゲットが何なななのののかかかなり多いといいいいいいうふううは分っててもり多ふに聞いていますですので、えっと、薬剤加える遺伝子発現が変動するでそいつらをまとめて制御するレギュレーター転写因子というのはこの薬剤の標的になるんじゃないかなというふうに考えていてで結構これあの実は面白い結果を得ております。 あのもしあのご興味のある方は後でこっそり教えますんで、はい、あの撮影されてるんでちょっとあの <laughs> <laughs>、はい、で他にもあの老化した細胞でどんなあの老化した細胞でスペシフィックに発現している遺伝子の周りにどんな転写因子が必要かとかあとがんに関する研究を行っている人もいます。えっと、最後になんですけども 本研究はさまざまな方との共同研究の上になって成り立っておりまして特に DBCLS の太田達郎さんはユーザーインターフェースの作成とかデータの整理などいろいろ提案していただいておりますでまた利権の塩井さんとの、えー、と最初あの構想をあの練っていきました。 他にもいろんな方ちょっと紹介しきれないんですけども畑中先生にはサーバーの提供していただいたりしています。で計算機は全て遺伝研のスパコンを使っていてまたこういったところにお世話になっております。でこういった研究費をいただいております。ご清聴いただきありがとうございました。<laughs>